みなさん、こんにちは。ハロー。すーごく久しぶりなんですけど、生活が一気に変わって落ち着くには時間は結構かかったんですけれども、今回こそもう落ち着いてきたっていうところもあるので、新生活について、Vlog を通してたくさんお見せしたいなと思ってるんで、今日は勇気出して久しぶりにカメラをつけました。今日は金曜日で仕事が終わったところで、これから先輩の家でハウスパーティーがあるんですけれども、その準備中です。メイクは早く済ませていきましょう。お腹すいたんですよ。で、美味しいものがたくさんあるって聞いてるんで、すごく楽しみです。完成。まあ今日は割とシンプルでいきたいと思います。こんな感じですね。おお、いい感じ。なんか今日はメイクのノリがいいね。完成。では、行ってきまーす。自分のコートを忘れてしまったんですよ。すごいバカじゃないですか。もうしかもワイン、自分の部屋にあるワインを持っていきますって約束しちゃってるんですけれども、そのワインも忘れてしまったんですよ。なので、もう無事に、もう出発する前にも気づいて、じゃじゃん、取りに行きました。これでマジで本当に出発。どうか無事にいてくれ。大丈夫かな、落ちないかな。ちょっと運転気をつけよう。わわわわ、ジュースが、肉汁が。ちょっと置いてあげます。おー、いい色じゃない？いやいや、めっちゃいい色ですよ。楽しみ。お腹すいた。いやー、これはお腹すいたんです。お腹すいたね。ね、これいいね、これ。ようこそ。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。暑いから気をつけてね、この上ね。卵は。すっごい美味しそう。メキシコ人連れてこればよかった。なんで？これ見せたい。メキシコ人知り合いいる？起きたくない。
今日の朝ごはんはどうしようかなって思ったところで何もなかったです。なんでとりあえず昨日のパーティーで残ったなんか結構いろんな残り物があって、それをもうタッパーに入れてもらって持って帰ったんですけど、まあ今日はそれで、まあ、早く食べた方がいいし、一旦それを今日のブランチとして食べたいと思います。ケーキも3種類あったんですよ昨日、超面白くて。だから私がケーキホールで買っていったんですよ。で、私の誕生日がもうすぐ来るっていうのを知ってる方々だったんで、サプライズでケーキ買ってもらって誕生日祝いをちょっとしてもらったんですよ。で、もう一人の方が、まあ、ケーキ作りが好きな家族だったんで、それも手作りのケーキも持ってきたんですけど、結果もうケーキ3種類もあって、まあ、全部食べきれないっていうことなんで、私にもそれを1個ずつ持ち帰りをさせてもらいました。じゃじゃーん。なんか美味しいんですよ全部。昨日も結構1個ずつは食べれたんですけど。ブリーティングは迷うな。いや、ローストビーフが美味しかったな。イエス、ここにローストビーフが入ってた。しゃあ、こんな感じで盛り付けて。足りるかな、これ。ラーメン作ろう。ラーメン作ろう。아저씨가직접얘기해요나가서치료받으면돼요진짜진짜나그것때문에제마음이변할수없다는것도이미확인했고요그렇군요분홍색장미꽃말이행복한사랑이거든요풍성하게부탁드릴게요난이왜ってるんだ私아뭐なんで、はあ、やる気が出ません。そういう土曜日なんです。ドラマとかも4話分ぐらいは見てて、スーパーは明日にします。土曜日一体どこ行ったんだろう、はあ、まあそういう時もあるでしょ。うん、
飲みたいからここに置いて、これはねこうしてやる、あるいはもうこのままここに置いちゃおう、先に使えるように。うわ嫌なやつ、待って、おうん、ちょっと嫌だなこれ、あおちょっと、まあちょっと先に出したいやつは全部ここで並べよう。 OK、 おはようございます。今日のメニューはアボカドトーストです。アボカドトーストはですね大好きなんですよ。でそれを今日の朝ごはんにします。おお、綺麗に、えへん、OK、いい感じ。
갈게. 대표님 잠깐 보고 가자. 지금은 좀 깨워야겠어요. 일반 회사에서도요. 사표낸 직원한테 바로 알았다고 안 해요. 무슨 일이냐? 다시 한번 생각해봐라. 붙잡는 신용이라도 한다고요. 빌데이시 혼자 만나요? 결정권자예요? 그렇게 잘랐어요? 부장님. すごい疲れた。めっちゃ疲れた。もう結構な買い物してきましたよ。結構な買い物してきました。もう、はぁ、あ。まあとにかく買い物はできたんで、今から冷蔵庫の中を整理したいと思います。お菓子も買っちゃったんですよ。